客室乗務員をご覧ください。
ベルトは左右の体を差し込み腰の低い位置でしっかりとお締めください。外す場合は金具の片方を持ち上げてください。次に酸素マスクの使用方法を説明いたします。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクをプラスチックカバーから外し強く引くと酸素が流れてきます。鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。緊急時は乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢をとってください。ご自身の姿勢は安全のしおりで確認してください。この飛行機には前方、後方に合計4箇所の非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。脱出時は荷物を持っての避難およびカメラ、ビデオ撮影は禁止です。またハイヒールなどの鋭利なものはスライドを破損する恐れがありますので身につけないでください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から取り出し頭からかぶります。次にバックルを止めて紐を引いて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。なお救命胴衣は脱出の際非常口で膨らませてください。安全のしおりが座席前のポケットにございますので早い機会にご覧ください。何かご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。 For further information, please refer to the safety instruction card in your seat pocket. If you have any questions, please ask your flight attendant. 機内の安全を阻害する行為は法律で禁止されています。詳しくは機内機の皆様の安全のためにをご覧ください。 Safety disruptive behavior is prohibited by law. Please refer to safety information provided in the in-flight magazine for further details. Thank you. が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。その際にはご自身のマスクを外して酸素マスクを着用してください。また後ほど機内の照明を暗くいたします。緑色灯のスイッチは座席の上にございます。